こんにちは、快適アートです。今日はいろんな画材で描く人物イラスト第2弾、こんな感じの絵を描きます。前回の椿と振袖の人物画のイラストがすごくたくさんの人に楽しんでもらえたので、また着物のイラストを描きます。水彩紙に転写していきます。前回はかなり派手な色味で元気いっぱいって感じだったんですが、今回は大人っぽい感じを目指して描いていきます。墨を作って線画を描いていきます。水彩のイラストを描くのにこの墨の線画が結構驚かれた方もいたと思うんですが、私は大学で日本画を専攻していましたので、線画といえば墨かなと思って墨を使っていました。水で溶いて少し薄めの墨で描いているんですが、完全に乾かしたら上から塗っても墨の線画は取れません。描いてすぐの時しか修正ができないので、細い筆で線を描くのが好きな方にはおすすめです。こんな感じで線画を描けたら、墨雲堂の絵積み目を使って人物を塗っていきます。今回はたくさん画材を使っていくんですが、大まかな下塗りは水彩の具を使って描いていきます。ざっくり肌の色を塗って画面が乾かないうちに次の色味をにじませていきます。影っぽい色は使わずに、あえて血色の色だけを最初にのせています。正面を向いている顔ですので、影をつける位置があまりありませんが、細かい立体感を追って描いていく感じです。目の色はちょっと遊びがちなんですが、最初は黄色で塗りました。鼻はあまり描き込みをしたくないので、こんな感じで下側に影を作って立体感を出しています。だんだん彫りを深くしていくような感じで、影っぽいところに色味を出していきます。肌のベースの色が塗れたら髪の毛を塗っていきます。今回は青っぽい黒髪にします。着物の色を塗っていきます。ベースの色は緑の目を使っています。上の方は少し黄色を混ぜながらグラデーションにしています。ここで塩を振っていきます。塗った範囲が乾かないうちに塩を撒いていきます。塩が水分を吸うことで白い点々模様ができます。私は水彩に使う塩には焼き塩というのを使っています。粒が均一でちっちゃい粒ですので、微調整が効くのと、サラサラしているのでとても塩が振りやすいです。自然乾燥させる間にゆっくりと模様が出てきます。帯なども少しベースの色を塗っておきます。髪の毛の陰影を描いていきます。色を置いたら水をつけた筆でグラデーションにしていきます。この編み込みの部分とかは細かい立体感があるので、パーツごとに分けて影をつけていく感じです。黒髪にするんですが、最初の方はこんな感じで陰影だけを描いていっています。吉祥の顔彩を使います。クジャクの下塗りをしていくのに何色か選んでいます。こちらの5色を選びました。顔彩は水彩絵の具と同じような感じで使えるんですが、和風の名前がモチーフから取られていたりするので、そういうのを使ってみると面白いかもしれません。だいたい全体的にここら辺は青いんですが、いろんな色味を使って描くことによって少しツヤっとした羽の感じを出して描いています。クジャクにがっつり色を入れたので人物も少し濃くしていきます。こういう細かい立体感をつける影の描き方とかはメイク動画がおすすめです。顔を立体的に見せる方法はメイクも絵を描くのも大体一緒です。クジャクの羽の模様の部分を描いていきます。ここら辺は後で別の絵の具を使っていくんですが、少し透ける可能性も考えて下地の色を塗っています。この状態ちょっと目玉がいっぱいみたいで怖いです。紫で髪の一番暗いところを描いていきます。払う線を使うといい感じに髪の陰影が描けます。塗ったラインは片方だけぼかすと自然です。呉竹の水彩ペンリアルブラッシュを使います。私は90色の全色セットを持っているんですが、人物画を描くときには結構重宝しています。毛筆タイプで腰があるので細かいところも描きやすいです。染料インクは発色が良くてグラデーションが綺麗にできるので、彩度をあまり落とさずに重ね塗りをしたいところに使っています。発
発色良くしたいところは最初からリアルブラシで塗っているところもあります。今回はこの帯揚げを結構鮮やかな色にしたかったので最初からリアルブラシを使いました。混色も簡単です。指に細かい立体感をつけていきます。今回はこの指の部分がかなり細かいので全部リアルブラシで陰影をつけました。こんな感じでグレーと赤っぽい色味とペールトーンのオレンジを使えば結構肌色がいい感じにできます。扇の色を塗っていきます。濡れている画面にリアルブラシで描いています。こんな感じでふんわりした表現も簡単にできます。水彩ペンは普通に筆ペンとして使うこともできますが、こういう風に水を使って水彩表現ができます。残りの部分は青色の目で塗っていきます。こういう細かい影もリアルブラシは塗りやすいです。かなり薄いグレーを使っていますが、ベタ塗りをするとムラができないので、こういう細かいところを描くのにはリアルブラシは結構いいと思います。アクリリックのイリデッセンスを使います。クジャクの羽を描いていきます。こちらはメタリックのギラギラしたアクリル絵の具です。見る角度によって色味が少し変化して結構ギラギラ光ります。少し毛の感じも出して塗っておきます。次はクロマパールグリーンを塗っていきます。こちらは透明に見えるんですが、斜めから見るとこんな感じで光ります。いろんなキラキラ絵の具を使って上の方までキラキラ感を出していきます。次はファインテックプレミアムという水彩絵の具を使います。こちらも見る角度によって色味が変わるキラキラ絵の具です。今回もガラスペンにつけて描いてみたいと思います。ガラスペンのこのインクの量を調節するのがちょっと難しくて、今のところちょっと苦戦気味なんですが、また合うものを探してみようと思います。次はクレタケのジェムカラーを使います。こちらもキラキラした絵の具です。黄色と緑を混色して黄緑色のキラキラの色を作っています。かなりド派手になってきました。クジャクに負けないように人物を画筆していきます。黒髪にしたいので陰影の上からざっくりと色味をのせていきます。描き込みを増やしながら繰り返し色を塗ってどんどん暗くしていきます。センスの細かいところはリアルブラシで塗っています。帯の柄を描いていきます。今回は上から全部金色を重ねて描くんですが、下地の段階では柄とか色味ははっきり描いています。着物に柄を入れていきます。これちょっと何色と表現したらいいのかわかんないんですが、陰ったら赤くなって光が当たったら青くなって上から見ると白くなる絵の具です。次はクレタケの金色のセットを使います。桃金色を上から重ねていきます。赤金色を使って帯を彩色していきます。この金を入れるのは結構即興で線を描き足したりして描いているんですが、ちょっとレトロな感じで可愛く描けたと思います。細かい葉っぱの模様の上からお花を描いていきます。芍薬の花をイメージして描いています。こちらは淡金色を使っています。上から白金色を重ねています。全体的に白いお花にしました。こんな感じでキラッと光ります。帯締めを描いていきます。帯締めはちょっと暗い感じの色味にしてみました。リアルブラシを使ってクジャクを描き込んでいきます。この細かいところがあるのはリアルブラシがすごくやりやすいです。彩度が高い青色も綺麗に発色します。
絵の具みたいに濃度や色味が変わっていったりしないので、同じ作業を何回も繰り返すような絵はこういうのがおすすめです。左手に使う色を持っていたらこんな感じになってしまいました。結構クジャクは青だけじゃなくていろんな色が入っているので、青緑とか普通の緑とか、あとはくちばしとかは紫も入れたりしています。またパールカラーを使っていきます。顔全体にキラキラをつけていきます。これはアクリル絵の具なので上からも加筆ができなくなるので、最後の仕上げでやっていくのがポイントです。ハイライトを作っています。コピックのマルチライナーのセピアを使っています。まつげや髪の毛の細かいところを描いたら完成です。こんな感じで完成しました。角度によって色味が変わる絵の具もたくさん使っているので、見る角度によってはかなり落ち着いた色味の絵に見えたり、また違う角度から見たら少し鮮やかなキラキラが見えたりして面白い絵になりました。和風のモチーフとかが結構好きなので、このシリーズであと何作品か作ってみようかななんて思っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。